はい、おはようございます。今日は土曜日ということで、ポンさん15分だけね、遅く起きて、今6時、まあ、ちょっとゆっくりめにね、いろいろ作業して、今6時です。まあ、みんな、まあ、何べんも言うけど、休みのとこ多いけど、ポンさんも今日は休みです。休みもうたんでね、いろいろ今からやっていきます。それで、まあ、こっから行こうかな。はい、ね、はい、ママ、もうママじゃないね、昨日言うたように。この子はママじゃないんです。それは明らかにね、分かったからね。うん、別の子がママやったと思います。ね、まあ、お乳見えないからね、ちょっと落ち着いてきたかな。な。だいぶ顔つきも変わってきた。まあ、まだ怖がるけどね、徐々にこの子は慣らしていきます。徐々に慣らしていくというかね、なかなか慣らされへんのが現状やねんけど、まあ、頑張って、ね。今後もね、いろんなね、その鳴らしていくというか、里親もね、頑張って見つけるし、まあ、この子はね、1キロはないと思うんやけどね、まだこれ手術できたらいいんやけどね、早いこと、まあ、できるだけね、ちょっと体重もね、測っていこうと思うんやけど、何キロあるか、まあ、13日が、その一応、みんな手術連れていく中で、この子らも十何日、一遍ね、ちょっと体重測ってみます、ね、1キロあるかな、ないかな、下手したらあるかもわからんけどね。それでまあ、ここをちょっと空いてる中で、シャークちゃんそろそろね、入れていきますね。それとね、昨日言ってた蛇腹の撤去はとりあえずね、2箇所、ここ結構ね、見えないからね、ポンさんのとこから死角になってる。ここは見えるから、まあここはまだ置いときますね。一挙にどけたらあれやから、これとトトちゃんね、今日トトちゃん、トトちゃんね、トトちゃんですね、可愛らしいトトちゃん。ここでね、ミナコ、こっちはもうそのぐらいかな、リンちゃんそこにおって、ここいてないですね。それでまあまあ、これでもう一個の言うてた蛇腹、ここどけます。ここ結構ね、あそこの、端っこにね、履いた後なんか、ポンさんも気づいてたけど、すぐ取れはよかったけど、次の動画までね、置きっぱなししてたという感じでね。はい、バイルドちゃん。ここ結構ね、こなして、ちょびちゃんも隠れとる中で、この蛇腹撤去しますね。ここはとりあえずね、まだ見えるからね、こなして。見やすい位置やからこなして。隠れとるけど、まあ、これをね、ちょっと、まあ、ちょっと短くするのもありなんかな、思ったりね。手の届く位置にここらも置いてんのは。まあ、いずれはだけどね、撤去します。ほんま、棚つけれたらええかな、思い持ってね。ここ棚つけられへんからね。縦に走ってるね、板がね、手前にあったらよかったけど、これ横に走ってるからね、棚の、ちょっとつけにくいんですよね。だからこう、木も弱いしね、これ。こんな感じで、なんかね、棚とかなんか、どっか、見えるようにこうしてね、見えるような位置でも、まあ、全然猫はね安心しようかなと思ってね、はい、スリーちゃんね、まあまあ、ね、これランちゃんね、ランちゃん舞台ね、もうちょっと舞台ね、あ、サブコロちゃんとシャークちゃんがこういてね、サブコロちゃんがこういてます、ね、マイルドちゃん、マイルドちゃんは別にね、もう入れんでもいいかな、出てくることが多いからね、この子は、入れるほどではない。あ、ちょっと切れました今ね、ちょっとその間マイルドちゃんとちょっとこっち行ってもうてけどね、まあ、こんな感じでマイルドちゃんはねちょっと慣れてるからね、もう入れんでもいいかな思ったりねするんやけどね。はい、マイルちゃんにこんな感じかな。モモちゃんだけどっかね、また行ってるかな、ハムちゃんどっかうろうろしたんかな、ミミちゃんはどこかな、よいしょ、モモちゃんがどっか行ってます、リンちゃんもどっか行ってます、あ、リンちゃんもこれね、よいしょ、一緒に飲むかな、モモちゃん、こんな感じ、ね、見えないね、分からん、あ、こっちかな、あ、音取ってないね、キダロウちゃんと、あ、置いてますね、
これももちゃんとね、はい、今これを取ってませんね。はい、こんな感じでももちゃんの、ね、で北太郎ちゃん、うん、まあこの後ちょっとね第二の方もね取りますね。はい、以上です。はい、第二ハウスの子です。シャークン、シャークンはね嫁入れへんかったら案外ね普通にマジでいてる時あるからね。マジで昨日と全然またちゃうと思いますね。ちょっとね耳もねマシは思うし、はい、ね、昨日映したけど今日もね一応朝のね猫の様子です。ニック、よしよし、クリちゃんどうやめ、あ、マシやな、あ、こんな感じでシャークもどこに案外普通に怒ってんの、おいで、はいはい、シャーやね、シャークっていうだけあんねやっぱりね。ミオちゃん昨日映ってなかった子いてねんかな、ミミちゃんもね、はい、ソラちゃん下に、はい、チャチャ君、今日は暑なるいうことでね、窓開放したろうかなと思ったけどね、暑なるからやっぱりクーラーかけるほうが窓ですね。はい、なっちゃう、はい、マリちゃん、こんな感じかなね、朝の様子ね、第2のまあ、こんな感じです ね, ね、キーボーね、ロシアンちゃんに、ね、サビちゃんに近くのね、やっぱりね、こんな感じかな。レイちゃんね、レイちゃんこれ誰や、あ、ミミちゃんかね、こんな感じです。アミちゃんもここにおる、またシャークもあそこにいてます。案外気に入ってるかもからね、あそこ。はい、以上です。ミキちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。